栃木市販学校は、新生宇都宮大学学芸学部の前身の一つとなった市範学校である。類似市範学校、旧、栃木市販学校、旧、栃木県市範学校栃木県人情、市範学校栃木県市範学校栃木県女子市範、学校栃木市販学校源流となった栃木県、類似市範学校は1873年4月。 津賀郡栃木町満潮金流寺境内にあった栃木小学校校内で発足した。翌5月に栃木町若松街に移転、同年8月には栃木町朝日町の旧足利阪藩、陣屋閣内官邸に移転した。1877年2月、当時の栃木県庁の林地、津賀郡、園部村、うずら島に新築移転した。1884年に県庁が、 宇都宮町に移転したのに伴い、1885年4月に、栃木県市範学校も県庁の隣地、宇都宮町花畑村に里山に移転した。1902年3月、宇都宮市小祭町松原に移転。同年9月、暴風雨で、校舎、寄宿舎の一部が倒壊し、急に里山校舎に撤退したが、1903年12月に、戸祭りに復帰した。 1928年9月、河内軍国本村宝木の陸軍第14師団第66連隊跡に移転。宝木コーチは、関立栃木市範学校男子部、さらに後ろ身の新生宇都宮大学学芸学部に引き継がれた。新生宇都宮大学の本部は、1949年5月に、宇都宮市峰町の旧宇都宮農船本館が全焼したため、 宝木高知に置かれた。しかし宝木の旧市販学校本館も1952年2月に火災で消失し、大学本部は1952年11月に峰町に移転した。1955年4月には、学芸学部も宝木から峰町に統合移転し、現在に至っている。旧2里山高知は、1909年から1928年の間、 女子市範学校に使用された。旧古彩コーチは、1928年から女子市範学校コーチとなった。旧宝儀コーチは、現在は、栃木県立宇都宮中央女子高等学校及び、宇都宮大学附属養護学校となっている。市範学校コーチとなる前の陸軍連隊時代に、建設されたレンガ作りの倉庫は、現在も宇都宮中央女子高校内に残り、 登録有形文化財に登録されている。栃木県女子主犯学校は栃木県主犯学校の臨地で発足。1909年からは栃木県主犯学校の旧に里山校舎に移転。1928年10月栃木県主犯学校の旧古斎校舎に移転した。戸祭り校舎は関立栃木市販学校女子部に引き継がれた。旧古斎校舎は現在は 宇都宮大学附属小学校、中学校のコーチとなっている。ありがとうございます。